3月2日に、1年7ヶ月振りのアルバム、リアルをリリースするジルが、声帯ポリープのため、音楽活動を3月31日をもって一旦休止、予定されていた6月からの全国ツアーをはじめ、予定されていたスケジュールをすべて中止することを発表した。これについて所属事務所はレコード会社のオフィシャルサイトを通じて数ヶ月前より、ジルが喉に違和感を覚え、暴飲で声帯ポリープがあるとの診断をされておりましたが、それほど影響がないため、医師との相談の下、活動を続けてまいりました、と病状を説明。しかし、最近は思わしくない状況が続いており、今後の悪化の可能性を懸念し、現時点でのツアーの中止を発表させていただく運びとなりました。2016年3月31日の活動をもって全ての音楽活動を一旦休止し、2016年4月以降はしばらく療養させていただき、